どうもバンです。ですね、ザリガニ釣り水槽ライブの復活へ向けての PC のリカバリー、これね、まだ証拠りもなくね、ライフワークのように毎日やってるんですよ。でね、ちょっとね、巧妙が見えてきたんですよ。あのね、これね、複数の原因がいろいろ重なり合って、いろいろトラブルを抱えていました。あの PC がね。でね、今対策したこと、これね、2つあります。まず1つは、BIOS の初期設定のリロード。これをやったんですよ。あのね、BIOS の CMOS クリアと、あと電池抜きはやったんですけども、それだけじゃダメで、BIOS を一遍立ち上げて、あの、BIOS のね、画面のこの辺に、BIOS を初期設定状態に戻すっていうのがね、あったんですよ。で、それをやって、しかも、それをやったらね、これ、サプリメンタルディスクの、適用も通って、で、途中でね、インストールが止まるってこともなくなりました。でね、これ今、ずっと継続中です。でね、他にも実は原因があって、ハードディスクの容量が最初に出荷された時の容量に満ちてませんというふうにね、そういう警告が途中で出てきてたことを見過ごしてたんですよ。でね、どうせ Windows 7のシステムを入れるぐらいの容量だったら 120MB とか 256MB の 256GB か、128GB とか 256GB のハードディスクでもいいだろうと思って、結構ね、少なめの容量のハードディスクを入れてたんですよ。でもそれじゃダメで、この PC、HP ってヒューレットパッカードですね。ヒューレットパッカードのパビリオン、何やったかな？パビリオンのね、なんちゃらっていうやつなんですけれども、で、これの最初についていたハードディスクの容量が確か 1TB だったんですね。で、その 1TB のハードディスクを用意して、で、PC の中に、ぶち込んで、で、今ね、インストールがね、順調に進んでるとこなんですよ。で、これで、もしかしたら、ザリガニ釣り水槽のライブに欠かせない、COM1 ポートの復活ができるのではないかなというふうにね、ちょっと目論んでるんですよ。どうやら調べたところですね、COM1 がそもそも見えないっていうのは BIOS が影響しているという可能性が高いらしいんですね。でもね、BIOS の設定はね、見直しました。何度も見直しました。USB の設定を有効にするっていうのはね、ちゃんと提供されてました。でもうまく動きませんでした。これね、 Windows のクリーンインストール、もうこれ5回ぐらいやってるんですよ、これ。で、ようやくその2つのね、複数の問題があって、それをね、今解決、おそらく解決だと思います、これは。何しろ1つは明らかにインストールの途中で言われてましたんでね、ハードディスクの容量が足りないと。でもね、そのくらいね、強行突破してほしいんですけど、どうせ Windows 7のシステムなんて、100ギガもいかない、まあ、50ギガもいかないぐらいでしょうしね。それをですね、1テラを要求するだ？ちょっとそれは暴挙じゃんじゃないですかね、ヒューレットパッカードさん。まあそんな、もう、まあまあ、でも機械的にね、判断するんでしょうね。で、とりあえず1テラぶち込んで、お、なんか来たぞ。もう3時間かかる今プロセスに今途中してるとこなんですけどもね、まあ順調に、まあどうやら進んでるとこですね。お、3時間かかると言いつつ、今 Windows 7の画面が一瞬立ち上がりましたね。お、 Windows 7来てるか。どうなんだ、これで COM1 が見えたらもう万々歳。Windows 7をインストールした後に Windows 10をインストールするんですけども、 Windows 7がインストール完了した段階でも COM1 ポートが、ん、ちょっと待てよ、何やこれ、もうないのこれ、四角四角四角って、サービスを開始していますだ。まあまあ、とりあえず順調っぽいですけどね、さっきのちょっと四角四角四角がちょっと気になるとこではありますけれどもね。まあでも何話してましたっけ、そうそう、とりあえず2つ複数のトラブル要因が重なって、
どうやらダメだったんじゃないかなというところですね。もうちょっと遡ると SSD でもダメだったというところありますよね。なんかSSD はちょっと最初のハードディスクではないということで、インストールすら途中で止まってましたしね。で、とりあえず今順調に進んでます。で、願わくはコム1ポートが復活してくれればなというところなんですけども、これはね、感覚的には五分五分かなといったところですね。だって、BIOS の中にコム1ポートを有効にするっていうね、USB の設定項目とか全部有効になったんですよ。有効になったんですよ。あ、でもね、サプリメンタルディスクの適用がね、おろそかになってましたね、今までは。で、それでもしかしたら解決するかもしれない。他にもね、いろんな不具合があったんですよ。画面の表示がね、なんか 変になっちゃったりとか、5秒で画面の表示がね、崩れたり、真っ暗になっちゃったりとかね。なんかね、そのサプリメンタルディスクの適用がね、おろそかになっていたことがね、原因なんじゃないかなっていうふうにも思うんですけれどもね。まあとにかく今、もうほんまに、買った時の状態に近い状態で、で、インストール、クリーンインストールディスクを使ってのね、インストールが続行中ということですね。とりあえずちょっと話が長くなってきましたんで、一旦カット。はい、どうもです。一発で無事ね、Windows 7がインストールできた模様です。必要事項をインストールして、で、最終的に Windows 7の段階で COM1 ポートがあるかどうかを確認していってみます。一旦カット。はい、どうもです。そうしましたらね、画面パコパコの症状はまた相変わらず出るんですけども、そこはすかさず、コントロールパネルのこの画面の解像度のところにたどり着いて、なぜかこれを動かしておいたら、画面パコパコがないんで、で、とりあえずこの状態で置いといてデバイスマネージャー行ってみますよ。せーのドン。さあ来い、コム1来い。あー、ないか。ないですね。コムポートがないですね。相変わらずですね。まあ試しに Windows 10までちょっと、アップデートしてみます。しょうがないんでね、一旦カット。はい、どうもです。結局ね、 COM1 ポートはね復活しないんですけれども、Arduino IDE をインストールして、で、何もないプログラムをコンバートして書き込んだらですね、COM4 が出現してましたんで、COM4 に書き込んだらね、書き込みができたんですよ。これもしかしたら COM1 にこだわってたんですけども、別に COM1 を復活させることが目的じゃないんで、 Arduino を動かすことが目的なんでね、もう COM1 がないままちょっと行ってみようかなと思うんですよ。ちょっと夜も更けてきたんでね、ちょっと希望の光が見えてきたといったところですね。いやー、ちょっともうグダグダで、まあとりあえずグダグダでも、ザリガニ釣り水槽のね、ライブが再開できればそれでいいんでね、ちょっと光が見えてきたかなといったところです。はい、どうもです。また証拠もなくやってたんですけど、ついにね復旧しましたよ、ザリガニ釣り水槽。あともうちょっとでライブまでこぎつけられます。とにかくね、Windows 10の、シリアルポート COM1 がない状態でもね、ちゃんとね、Arduino が動くことがね確認できました。で、COM5 です、今接続してるんですけれども、で、ここに01って書いたら、このほら、クレーンがねちゃんと下がるというとこまでちゃんと確認できましたよ。やりましたよ。やっと長い長いトンネルをね抜け出ました。結局原因はね、COM1 がないと Arduino が復活できないっていう勘違いをしていたこと、それから、ディスプレイのねいろんな問題を抱えたまま、クリーンインストールなどをしてしまったこと、
CMOS クリアができなかったこと、それから、その他いろいろね複数の問題が重なって復旧がねなかなかできませんでした。で、前と違うとこはとりあえずコム1がないということだけですけども、とりあえずねもう動きゃいいんで、この PC はこの用途にしか使わないんでね、あとはもう自動運転でエサを変えるだけでいくというとこまでね、持っていく予定です。ただこっから先ね、クレーンが動くだけじゃダメで、いろいろこう再設定をねしていく必要があります。具体的には棒読みちゃんの設定であるとか、それからコマンドを受け付けた時にちゃんとあのコマンドを Arduino に渡すところのインターフェースのちゃんと復旧、それから各種コマンドがちゃんと OBS で動いてくれるかどうか、あとそれからちょっと数日間水槽がねほったらかしだったんで水槽の掃除もしないといけないですね。あと餌も変えなければいけないですね。あとはマルチコメントビューはこちらの方の設定もしなければいけません。あとそれから当然、実際のライブを立ち上げ直すというところも始めなければなりません。まずは限定公開で全ての機能がうまく、動くことを確認してから本公開ということになります。いやーそれにしても長かった。これにてまあおそらくね、一件落着になると思います。ちょっとねもう今日は疲れたんでまた明日ね、ちょっとずつ、復旧していこうというふうに思っておりますけれども、ちょっとだけ生放送してみようかなこれで。まだちょっと完全復旧じゃないですけど、とりあえず配信開始しますとか言ってね、そのうちまたこけたりしてね。でもちゃんとした機能がそうなってからでないとね、失礼なんで、ちょっとここは慎重に行こうと思います。とりあえず自分の作ったシステムを自分で復旧するのにこんだけね、手間がかかると1週間以上かかったんちゃうかな。大変でした。皆さんもぜひ、生放送するときは気をつけてください。はい、どうもです。いやついにですよ、ついに長らくの、修理補修を終えてですね、システムが復活して、で今生放送の開始と相なりました。ちょっとまたさっきもトラブルがあって、コムポートへの書き込みがね、コマンドラインからできないという、そういう不具合があったんですけれども、具体的にどうやって対処したかというと、テキストじゃなかった、タイプコマンドで、初回ねコムポートを叩くとここですね、ここなんですけども、タイプファイル名矢印コム5っていうふうにタイプコマンドで初回叩くとね、そっからつむじを曲げるようでうまく動かないんですよ。で初回はどういうコマンドを発行すればいいかというと、ちょっとこちらですね、こちらなんですけれども、モードコマンドでちゃんとパリティとかボーレートとかを設定してやって、でエコーコマンドで発行してやると、こうしないと初回はダメで、一回その PC が立ち上がった後だと、じゃあこの、モードコマンドで、ポートを初期化した後、あとはですねタイプコマンドでも、問題なくいけるということです。これ前もハマったとこなんですけどもね、忘れてました。やっと公開できましてを今、お一人、視聴中ということでありがとうございます。ちょっと見てみますね。こちらですよ。やった。誰か書き込んでくれはらへんかな。動きます。右左下だけやけどまあね、これから順次コマンドを増やしていきます。メインコマンドというふうに称しているのが、ダウン、レフト、ライト、英語です。で日本語も対応してますけれどもね。あ、今なんか変な音入ったな。あーそうか、 Windows のシステム音が入っちゃうね。これね、これもちょっとずつですけど改善していかないといけないですね。でメインコマンド以外にその他コマンドがあって、その他コマンドがまあ いわゆる何でもありのコマンドです。
ザリガニ BGM コマンド、カメ太郎 BGM コマンド、 BGM コマンドが多いですね。電飾オフコマンド、魚雷発射コマンド、いろいろ、ギミックを用意しております。いやそれにしても、復活です。これちゃんと放送できてんやんな、これ。一人は見ていただいてるけれどもといったところですけれども、やっとここまで来ました。あとは順次電飾を復活してあるであるとか、右左の移動量の調整がまだできてないとかですね。あとそれからね、水槽も掃除しました。これでね、視野もくっきりして、ザリガニ釣りができるようになったかと思います。いや長らくのトンネルようやく抜けました。誰か囲んで囲んで、僕は囲むか。実際やってみますよ。下レイテンシーも測りたいとこですからね。いきますよ。レイテンシーは何秒かな。どっか時計ないかな。時計ないかな。時計、あれ時計どこ行った。あったあった。レイテンシー測ります。レイテンシーっていうのは遅延ですね。いきますよ。書き込み1、2、3、4、5、6、7、8秒ですね。遅延8秒で、現在動いております。というわけで長らくのこの問題解決動画、いよいよこれにて最終となります。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。デリーキックトゥゴー、デリーキックトゥゴー、チャンネル登録しないでね。ホームバットボタンも押しときな。はい、デリーキックトゥゴー、本当は登録してほしいな。グッドボタンポチッとな。はい、もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね。はい、グッドボタンもよろしくね。はい、本当は登録してほし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 い。